はい、じゃあ次はアイメンです。ちょっと将棋落ちしたかも今ので。っていうか、あのレディーゴーのところで将棋落ちしてるかどうかってわかると思うんですけど、タイミングが明らか、ゴーのタイミングがちょっと微妙に遅かったらちょっと処理が落ちてるっていうのがうちは目安にしてるんですけどね。あら、落とせなかった。ああ、そう、ここちぎれるのかい。びっくりした。敵視点が端っこだと落ちたじゃないかい。アイミン邪魔だね、本当にこういうのって思いません？邪魔だと思いません？これ絶対だから、なんとかするのが成功法だったりするんですけど、やばい。あ、やべ、死亡フラグ。ああ、変なとこつけちゃったか。でよ、あ、間違えた。入るのを分かってたから、あと思ったらちょっと動かしちゃったな。はいの3。そこくつくか。あ、ここがあった。やだ、怖い怖い怖い。ちょっと待って、どこ入れてんねん俺。キャピ、ちょっと待って、ちょっとこの出方はないと思うな。なんで青が出てくんだよ。どう考えて角度的に入んないじゃねえかよ、あんなとこ。はあ、さすが裏面、難しいですね。重力、あ、ここで強いしか、まあいいか。あれ、あ、反重力これ2つなってたんだ。はっはー、こりゃ意地悪なことするね。なんで黒が出てくんだよ。はいの5。飛車は1個減ってますね、表面と比べて。ちょっと待ってよ、なんかすげえことになってる、本当に。こっち消して、これ入んないよ絶対。
よほど頑張らない限りこう消せないですね。消したり、あの色の出とかが良くないと。ちょっと待ってよ。これもう無理だよ。できない俺には。ガイド抜きに。はい、アウト。テイク2。ちょっと待ってよ。いや、無理だな。同じサイド集中的に攻めればいいのかもしれないんですけどね。あ、でもいいや、なんとかいけました。